はい。こんにちは。沖縄おばばではす。最、は、強、い、のミッキーさんの登場でーす。えっ、ー、とですねえ。今日なんか10名さんやっぱり具合が悪いみたいですね。もしくは、えー、なんか19日ぐらいからね。まあ18日以降ですね。起こる経済うんちゃら。 まあ、そういうものにいろいろとね、なんか準備するって言ってたので、もしかしたらそれで動画出してないのかもしれません。とりあえずね、えー、中国観察さんがまた面白い動画あげてました。はい。えっ、ー、と、なんかね、えー、アメエ国のね、軍んに、皆様、あの、これは、あの、よくわかってるかもしれないですけど、えー、記者会見ですね。で、はっきり言いました。あアメエ国の軍軍にね、テレビに、 出ないような、ああ、章のぐんぐんさんが、ああ、た、味方にたくさんいると。そういうこと言ってました。一応ね、あの、歴史上のあの、パードン将軍みたいなこと言ってましたけど、多分、あれ、あの、それは違うと思います。はい。えー、歴史上のあの方のことじゃないと思います。えー、彼らはって言ってたのでね、複数形だったので、 えー、多分、あの、違います。はい、えー。出てこないと言ってました。はい。テレビとかには絶対出ない、えー、強力なあ応援軍がね、アメ国の軍軍にいますよと。はい。えー、そういうことをお,お話ししておりました。はい。 あまあ、結構興味深かったです。こういうふうにね、えー、公開するのって初めてなんじゃないんでしょうかね。はい。今まで噂では言われてましたけど、はっきりは、あの、トラさんね、口からはっきり言,言われたことはありませんでした。それが今回言ったということです。はい。えー、皆さん見に行ってください。えー、まあ、英語ですけどね、英語のインタビューですけど、まあ、とりあえず、あの、下貼っときましょうね。それからですね、 あのー、ラワンさんのね、今日の配信ちょっと見てみました。はい、えー、まあ、なんてことはないっていうか、なんてことはあるのかもしれませんけど、えー、彼女はカリフォルニアに住んでるんですね。で、<laughs> 面白いことに、今月の、今月っていうか先月ですね、のね、あの、公共料金の支払いの請求が来ないと、はい、そういうことでございます。 まだ来てないんだそうです。もしかして、あれが始まっているんじゃないかということですね。はい。来てないということです。はい。ねえ。面白いですよね。あごめんね。はいはい。そういうことです。はい。えー、まあ、公共料金。はい。 そういうことですね。まあ、中にはね、あの、高くなってる人もい,いると思うんですけど、えー、雨国ですからね、何しろね。日本ではいつになるんでしょうか、ということですよね。はい。ね、来なければいいですね、永遠に。支払いが。ははは。そう思います。はい。それではね、皆さん、あの、まあ、今日はね、本当に、あの、 中名さん上がってないので、多分、あの、そういうことで、えー、いろんなものを備蓄に買いに、ああ、走っているのか、もしくは、えー、なんかね、具合がちょっと悪いとか言ってたんで、はい、あの、まあ、ね、であの、あれではないですね、あれでは、はい。えー、あれ、彼女はあれはや、あれですからね、食べてませんからね、はい。そういうことなので、えー まあ、ちょっと今日はお休みみたいな感じですね。配信がね。はい。えー、皆さんね、ぜひぜひ、あのー、下飛んでってみてくださいね。はいはいはい。はい、はい、<laughs> ねえ。トラさん、あの、トラさんのね、そのインタビューが、あの、全部、あのー、余すところなく、えー、公開されてますので、よろしくお願いいたします。 実はこんなところにパラさんもいました。はい。<laughs> そうなんですね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄おばばでした。はい。最後はミケさんのね。はい。ミケさんの <laughs>。はい。お顔もね。はーい。はい。それではねー。